はい、でこちらが決勝になります。決勝ですね。川端プロと西島プロですね。はい。はい、これは勝者で上がってるのが僕です。川端プロで。はい、これ負けてももう一回やったんですけど。なるほど、なるほど。あんまりそういうことは意識しないですか？してましたよ。あ、してました。はい。だから結構気持ち的には、チューブラリンでしたね。負けてももう一回やるけど、ここで決めとったら楽かな。で、その前がフィリピンで、その前もフィリピンやったんで、はいはい、ちょっとここで気が抜けるわけではないんですけど、うん、どっちかっても日本人ですからね、うんうん、ちょっと安心はしてました、はいはい、西島選手も最近すごく安定してきてるんじゃないですか。上手ですよ。ねえ、うん、しっかりしてます、うん。フィリピンのプロ3人勝ってきてますからね。ああ、そうですか。しかも敗者で大したもんですよね。うん、ジャパンオープンね、優勝した頃は、ね、うん、まだプロ入ってどうやろうっていう声多かったですけど。あ、それは僕はそう思わなかったです。ああ、そうですか。前からしっかりしてるのはしてましたからね。はいはいはい。もう間違いなく関東もうこれからトップで走っていくような、うん、選手なんでしょうね。ポジションプレーしまくってますね。今の簡単ですよ。もうボーラードを見てるような。よくあの近くへね出しに行くのがリスクあるような時にちょっと遠い目で我慢したりとか、よくカープタプロされてる。いやいや近いですよ。今日は近く、これは今回は、ね、全然近いんですけどね。あのよくそういう姿があるじゃないですか。いやいや、そんなことない。めちゃ嫌ってる。そこは絶対折れます。そういう球をこう入れるっていうインパクトはね、やっぱりファンとしてはね強いんだと思うんですよ。まあ皆さんのファンの皆さんの代弁ですよね、はい、あくまで、はい、稲木山さんの代弁ではない。はい、もちろんあの特定のね、はい、とあるプロのお話とか、はい、あ、そういったことではなくてですよ、はい、はい、こうね、ボーラードのようにつく川端プロってなんかこうすごいんだかすごくないんだかみたいな。これ出てないですよ。ここでギューンとかね、覚えてないです。してます。そう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 、こういうふうなことをやってもらわないとやっぱり。からのひねり込みっていうのね、川端プロ割と他のプロあんまり使わないようなひねり
構ついたりされてますよね。そんなことないですか、ね、そんなことないです。そんなことない。あ、そうですか。割とちょっとひねりちょっと避けとこうかっていうような土手に近いようなとこで。あんまりひねってない気でいますけどね。あ、そうですね、うん。コースがすごいね。キュッみたいな。聞いてるでみたいな。あれ。まあ自分の年もね、玉ついてたらね、そのぐらいねできるようになりますよね。だって早川選手ねえ、できないです。できてますよ。顔巻きうまいじゃない。とうとうタイまで来ましたね。ねえ、この昼昼のまだ昼昼ちゃいます。あ、違いますね、はい、急先ですもんね、ごめんなさい。これセッテル後のみんな大注目のとこでちょっと早川候補の宣伝入れとかなあかんとこじゃん。まあまあまあいいじゃない。今のはさすがにやらないですか。気持ちひねってますね。うえー、すげえ。もうほとんど先玉飛ぶとか飛ばない次元の話にはならないんですね。いや、そんなことないですよ。あ、そうなんです、うん、飛んでるの見たことないもんな。言い過ぎです。一晩じーっと観察しとったら。いや、でもあの目標はね、うん、とりあえず簡単に入れたいんですよ。はいはいはい、はい、何でも、はいはい。いや、それは多分僕も早川選手も一緒だと思うんですけどね。はい、間違いなく飛び降ります。飛び降りだと。このプッシュはなかったんですか。え、プッシュ、シュートアウトはなかったんですか。いや、隠せると思ったんです。なんですよね、今のはね。ちょっと暑かったんです。これがね、寸前で見えてくれたんで。はあ。こんなま、すごいな。見えてくれたんで入れましたみたいな感じですもんね。いや、でも隠れてるよりいいですもんね。いやいや、そりゃそうやけど、この3番がね、だいぶラッキーしました。あ、そうなんですか。もうちょっと上手かったらスクラッチしてます。へそ当たってね。はい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 。あれは最後の手前が手前やったんですか。え、最後越して引っ張ろうっていう状態ですか。はい、でも不可能でした。ああ、なるほどなるほど。無理やろなと思いましたね。うん、だから若干弱くいったんですけど、うんうんうん、
めでとうございます。ありがとうございます。